現在の一条戻り橋一条通りは、京都市の主要な東西の通りの一つ。平安系の一条王子にあたる。東端は、カラスマ2。西は、右京区花園付近までだが、さらに西に延長して、佐賀野の西涼寺までを一条通りと呼ぶこともある。また歌ので分岐して、修山街道にも通じている。 平安系の北端の通りであったが、平安中期以降は一条王子を超えて北へ、市街地が拡大した。五社の北端の王子という位置づけは現在、その北側を走る今出川通が果たしている。現在は、市中心部では一方通行の狭い通りである。堀川に架か,かる一条戻り橋が有名である。東一条通り、京都市佐京区東一条通りは、 鴨川を挟んで一条通りと中田中里通りの間に相当する位置にあり、西は川端通から東は吉田神社の鳥居前まで、東大寺通りから東は吉田神社の参道であり、節分祭の折になると露店で賑わう。またこの区間の両側は京都大学の吉田キャンパスであり、正門も東一条通りに面している。4月の入学シーズンには、 京都大学の課外活動へ勧誘する縦勘板が林立する。吉田参道は幕末期に現在の京大吉田キャンパスに終わり藩主も屋敷が置かれた時、吉田神社により春日作りの社殿へと続く参道として整備されたものである。明治時代周期から大正時代初期にかけての京都市三大事業として、鴨川大岸から下橋の上東一条通りを 広む地くするとともに自然を付設する計画があり、拡幅工事が途中まで実施されたが、結局のところ実現しなかった。東一条通りが川端通から、まり、正寺通までの区間でやや広い福音になっているのは、この時の名残である。2017年より、東大寺通りから京都大学正門までの約70メートルの区間で、通信ケーブルを直接地中に埋める。 電線類地中化の実験が行われている。京都市内の通りの名称は通となっていて、理を送らない。例外として、道路標識では通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは極めて珍しい。京都市内の通り表記参照、電柱なくそう、そのまま埋めちゃう、新広報の効果は京都新聞、2018年11月4日閲覧。 ありがとうございます。